第18幕すごい呪いとアチョな姫。あれ、今までと違う列車の汽笛。向こうの方になんかさっきまでなかった明かりも見えるな。北の方なのです。もしかしたら上まで行けるのかもなのです。これどこにも繋がってないじゃん。工事中の駅かな。なんなん。出たな。出ました。サボテン車掌がいるのならこれも列車なのですね。てか、なんでどこにでもいるんだよ。他の列車どうなってんの。お客が望めば即参上。どうなってるのかは企業秘密ですな。ふっ、甘い。ところでこの列車は乗れるのです。上まで行けたりするのです。もちろん。ではではお乗りください。その前に、はい、切符を拝見。最近ダンスのキレが悪いのよ。何が悪いのかしら。あ、あなたミラージュ使い。ちょうどよかった。ミラージュにもセクシーな子がいるって聞いたの。よかったらそんなミラージュを見せてくれない。ぜひダンスの参考にしたいの。本当にありがとう。これで何かつかめるかも。セクシーな、そして可愛い、いやもう女の子だったら何でもいいわ。とにかくお願いね。そして可愛い。そっか、私に足りなかったもの分かった気がするわ。ありがとうね。これお礼よ、受け取って。それじゃあまたね。乗客の皆様は必ず進行方向を向いてお座りになり、シートベルトをお締めください。列車でシートベルト、なんでだろう。それでは出発。なんでこの世界の乗り物って。おお、何。
ルの天国へ。ここは気候がいいの。おお、ここはどう突っ込んでいいかわからないからスルーするけど、まずはあっちに見える町の方に行こう。戦闘です。えい、ほら。中の神殿について町の人に聞いてみようか。海底神殿？この辺りじゃ有名な噂話よね。まあ誰も行ったことないから結局は噂だけどね。ゼハピルって叫べば。いやあ君、この町のどこかにと海底神殿か、夢があるよな。本当にあったとして誰が住んでるんだろう。やっぱりこんな手紙じゃな。あれさえあれば。あ、あんたたちもしかしてミラージュ使いなあ。魚の鱗を持ってないか、できればいくつか譲ってほしいんだ。ああ、ありがとう。これで自信を持って彼女に手紙を渡せるよ。ん？ああ、魚の鱗は手紙の装飾に使うんだ。告白の時に魚の鱗を一緒に渡すと必ず成功するってのが我が家のジンクスなのさ。あ、その顔、変なジンクスって思ってんだろう。確かに魚の鱗、何はともあれ助かったよ。ジョジョ！そ、なんでか。興味があるの？でもごめんなさい、私もよく知らん。ここにはいろんな人がやってくるけど。みんな海底神殿のことは知ってるみたいなのです。でも誰も行ったことはないみたいだな。名前の通り海の底って言ってるから、潜ろうにも息が続かないみたいね。線路はなかったから列車も通ってなさそうだしな。マン、悩み事、相談受付中？マン、もう悩みを受け付けてるなんてすごい人なのです。ああ、そりゃ大変そうだな。よろずよよろず、バンジってこと。バンジ？ジャンプ？違う、あらゆること、何でもかんでもってことよ。おお、何でもかんでも悩みを聞いてくれるなら海底神殿への行き方も相談に乗ってくれるんじゃね。行ってみようぜ姉ちゃん。ちょっとラン、あの建物だな。
度こそ成功しそうですわね。あら、材料が足りなかったようですわ。頼もう！って、変な挨拶しないでよ。誰ですの？あらあら、大人とは珍しい客ですこと。あんたか？何でも悩みを聞いてくれるってのは。いえ、言ってごらんなさい。どんな悩みなの？海底神殿へ。はい。なんかあそこまで行けるようにこう水で息ができる魔法とかそういうのないのか。水中呼吸、魔法かどうかは置いておいて、難しくはありませんわよ。ただ海の中で呼吸したところでいいことなんてありませんわよ。海流のせいで視界も悪いですし、広すぎて退屈なんですもの。そうなんですね。いやいや、退屈かどうかは置いておいて。そうね、難しくないんでしたらお力を貸してもらえると助かるんですが。そうそう、頼むよ。ま、それがあなたたちの望みなのでしたら、ちょうど都合がいいですわね。都合？ようござんす、そちらのヘッポコ。もとい、そちらの坊やから参りますことよ。息が…ランちょっと、一体何が起こってるの？あらあら、息ができてないんじゃないかしら。どうして？まあまあ、あなたそりゃそうでしょう。水の中で息ができるようになったら、今度は地上で息ができなくなるでしょ。分かっててやるな！あらら、私の親切に対してそんな口を聞くな。私、ぶち切れますわよ。すごい魔力なのです。レーン、謝った方がいいのです。え、いや、だってあの…ごめんなさい。ダメ！余裕ります。
ちゃん。あら、お目覚めですわね。じゃ、あとはよろしく頼みますわ。わかったっす。海の中だけど息してるよ。陸で息できなくなってるんだけどね。海底神殿なら何度か行ってるから案内するっす。で、もしかして私たちウッズヒルにも帰れないんじゃない？それは大丈夫なのです。おお、タマは海の中でも平気なのか？一緒にしてもらっちゃ困るのです。えっへん。じゃあタマだけが神殿に行けばよかったんじゃ。そんなの無理なのです。この先もお約束のごとくミラージュの巣窟じゃなくて巣窟なのです。タマだけじゃすぐにパターン9なのです。はいはい。で、この状態でウッズヒルには戻れるって本当？あそこでは時間だけじゃなくて魔法の効果や呪いの進行も止まるのです。だからナインウッズヒルに戻るのは問題ないのです。よかった。けどウッズヒル以外のところには行けないってわけよ。ま、あ、それなら俺が呪いを解く薬を預かってるから大丈夫。よかった、ちゃんと元に戻れるんだ。これ呪いなの？マジで？だってチャントット博士の専門は呪いだしね。そうだったんだ。まあちゃんとこれが解けるならいいけど。でもそのチャントット博士から、この開示薬はアチョルビーと交換だとあのヘッポコ兄弟に伝えなさいなって言われてるから、頑張って手に入れるっす。ヘッポコ兄弟？うわぁ、私までヘッポコ扱いなの？ランだけじゃなくて。え、そこなの引っかかるの？ところでそのアチョールビーって何なのです？あ、そうそう、それって何です？アチョっていう、あ、ちょうどそこ泳いでる、あれのクイーンが流す赤い涙がアチョールビー。なんかすごくレアそうに聞こえるけど。そうだな、10年に一度しか取れないとか言われて、市場では1億ギルはくだらないって聞いたよ。マジで？二度とあの人に頼み事するのやめよう。あれ、そういえばブリッツボーラーの呼吸法があってさ。無理？ああ、まあこの話はまたそのうちだ。
じゃあ、俺は海面の方で待ってるから頑張ってアチョルビー見つけろよ。ああ、頑張るぜ。それ、そもそもの目的じゃないんだけど。でも、いっぱい見つけちゃえばもうギルには困らなさそうなのです。おお、タマいいこと言った。姉ちゃん、いっぱいアチョルビー見つけようぜ。だから、それ目的じゃないって。トットと海の鍵とアチョルビーを探して呪いを解いてもらわなきゃ。ルビー、ルビー、アチョのルビーで億万長者。